はい、整体師の角谷です。今回もですね、動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。今回なんですけども、このね、僕がさせてもらってるその整体の料金、まあお金についてですね、ちょっと僕なりの見解というか、まあお伝えできればと思いますので、ぜひ興味ある方ね、最後まで見ていってもらえたらとは思います。はい。で、まず、大前提としてね、僕、まあ、ホームページとか見ていただいたか、実際来ていただいたかと分かると思うんですけど、僕、一回1万円という形で、施術させていただいてます。これをね、正直、高いか安いかって捉えるか、本当にその人の価値観なんですけど、まあ、正直、一般的な意見で言えば、1回1万円って正直安くないですし、高い方やと思ってます。だってこの、僕ね、大阪市西淀川区っていう、ちょっと偏僻な、ごめんなさい。ちょっとね、すごいところでさせてもらってるんですけど、西淀川区っていうのもネットとかで検索して、やっぱり1回1万円って整体ないです。僕うちだけです。で、やっぱり見てると1回、60分6000円とか、まあだから10分1000円の計算ですよね、っていうのが大体大まかで、やっぱりね、それよりも3000円4000円とかとこもあります。で、僕は2年半前に開業したんですけど、その時はね、ここめっちゃ近くに1回1万2000円っていうとこあったんですけど、コロナ中に潰れてまして、はい、まあ、コロナ中とか、僕もコロナ期間中、大阪に緊急事態宣言が出てる最中に開業してるぐらいちょっとおかしなやつなんですけど、まあ、その間になんか知らん間に潰れてまして、なので一応この空で言うと僕が一番高いです。はい、させてもらってるんですけど、この高いっていうのがですね、さっき言ったように人によって感覚が違うと思ってまして、まあ、個人的な意見、一般的な意見で言うと、それ1回1万円っていうのは安くないですし高いと思うんですけど、正直僕の方がというか、僕がですね、まあ、食堂が出したかもしれないですけど、本当に500万とか600万とか、600万多分お釣り来ないんじゃないかなと思うんですよ、今になってくると。っていうぐらい僕自分に投資してます。勉強してます。時間もお金もかけてます。っていう人間がやっていく施術と、まあ言えばね、その辺の整骨院。まあ、いっぱいあります。駅、商店街の中にもいっぱいありますし、曲がってもありますし、みたいな。あるんですけど、そこで大体1回500円がない1000円とか、まあ、自費やっても2000円、3000円、まあ、自費って言っても結局ね、電気を当てる、小銭稼ぎしてしかないので、彼らは。なので、ごめん、そこまで怒られるな。なんですけど、その分を取るっていうよりかは、結局そこで取れるのって、まあ、500円とか1000円、取れるって言ってかどうかしいですけど、払ってもらえると500円か1000円じゃないですか。で、なんでそれやってるんかって言ったら、まあ、シンプルに1万円取る自信がないからなんですよ。当たり前ですよね。わかるじゃないですか。だって僕は、さっき言ったように500万も600万もお金もかけてる、時間もかけてる、経験も積んできてる。僕、しっかり、ね、整骨院の働きました、整形外科でも勤務して、レントゲンみたいな MR みたいなお医者さんの意見聞いたりとか、やった上でいけるんだなと思ってやってる人間と、何にも勉強せず、何にも考えず、朝から晩まで決まった金額だけでね、15分っていうマッサージして、硬いですね、しんどいですね、今日天気いいですね、オリックス勝ちましたね、阪神勝ちましたね、日本シリーズですね、とか言ってる人間と、金額同じなわけないやんって話なんですよ。これ多分、言ってる意味、皆さんおそらく理解いただけると思うんですけど、当たり前の話になってと思うんですよ。はい。だって、例えばですよ。まあ、焼肉でね、ジョジョ園ってあるじゃないですか。まあ、大手、すごい有名だと思うんですけど、ジョジョ園と980円の食べ放題の焼肉。焼肉っていう意味では一緒なんですけど、なんでこっちに、まあ、人が行くのかって言ったら、やっぱ美味しかったりとか、サービスが良かったり、店内が綺麗だったり。で、こっちに行くのはただ食べれたらいい人たちが行くわけじゃないですか。でも、ここの人たちが同じサービスするかって絶対しないですよね。する必要性ないんですよ。当たり前です。はい。っていうのがあったりするので、まあ、何の話をしてるのかほんまにわからなくなってきたんですけど、まあ、なんでこの値段設定でやってるんかって言ったら、僕がその分、知識と、ね、経験たり、ほんまに僕がお金をかけて学んだものを1回あたり提供するから、その金額でさせてもらってるっていうだけなんですよ。で、そういう時になってくると、まあこういうね、コメント、まあ、SNS とかでやっぱり僕本当にやってると言葉ですけど、アホばっかりが見てるんだなって、まあ、皆さんじゃないですよ。コメントされてね、ごく一部の頭悪い方たちなんですけど、そういった方が、一回一万円なんで量のクーラーとかね、そういうとか問い合わせ、最近めっちゃ減りましたけど、保険使えますかみたいな。いや、ごめんなさい、保険使えないです。あ、わかりました。じゃあ考えますみたいな。何考えんのって、ね、安くしてもらえただけやんけど、まあ、気持ち悪いなって思うんですけど、まあ、それはね、いいんですけど、でも、結局、そこでね、まあ、たまにも怒られる、まあ、最近ほんま減りましたけど、以前まで多かったのが、その、あ、ちょっと、お金ないんで、みたいな。ちょっときついんで、みたいな。ちょっと、みたいな、なるんですよ。で、それまで別に、僕も、まあまあ、その方の人生なんでいいんですけど、単純に考えてもらって、
初回僕これ908円でやってます。2回目が1万円という金額です。書いてる中で来てもらってこういう回数です、こういう金額です、どうしますか、お金ないですって、もしかしたら僕のね技術であったり伝える力が足りないのかもしれないですけど、今のところ10人来てもらったら9人ないし10人は皆さん通うっていう選択をしてお金を払っていただけるんですね。ってなってきたら、そのね11人目の人が通えないってなったら、それは僕こっちの方やと思うんですよ。まあまあ別にね、あの多席志向とかいうわけじゃないですけど、統計とか流れの中で言えばね、なるじゃないですか。で、それも別にいいんですけど、じゃあ来んなよって話なんですよ。当たり前じゃないですか。だって1回1万円って分かってて、そんなね、あの1万2万なわけないじゃないですか、普通に考えてもらって。しかもそういう人にかけて大体ね、もう5年6年肩痛いんですとか、10年前から腰痛くて足しびれててみたいな、アホちゃうと思うんですよ。ほんまに。ごめんなさいね、言葉あるんですけど。なんで、あの、そういう人たちはそもそも、あの、まあ、僕のとこもそうです。そういう金額帯のとこに行くのがおかしいというか。例えるなら、まあ、ちょっと違うかもしれないですけど、先ほどは叙々苑ね、行ったとして、入り口でね、あ、ちょっとお金なくて、お腹空いてて3日が食べてないんです、みたいな。だからちょっともう食べてないで、叙々苑さんの焼肉食べたくて、ちょっと割引してもらおうかったら、食べさせてくれませんかって言ってきてください。警察呼ばれますから、普通に。はい。って一緒なんですよ、やってること。だから、なんかもうここまでって分かるかもしれないですけど、頭悪いことすんなよって腹立つからって思うんでね。なんでそういう人たちは本当にあのそういうね、500円とか1000円とか1時間2000円とか2キュッパですとか、あの60分揉みますとか、月ね、月1万円で通い放題ですとか、そういうとこ行った方がいいと思うんですよ。なんで、あのそもそも目的が多分違ってたりとか、あの提供するものが違うっていうのは当たり前の話なので、ただ当たり前ですけど、あの僕は神様でも何でもないので何でもかんでも直せるってわけじゃないですし、その僕の他の生態とかもやっぱり1回1万とか2万とか3万、東京やったら10分5万とかもあるらしいんですよ。でもそれが必ずしもいいかって言ったらそうではない可能性はあるんですけど、やっぱり普通に物事考えてもらって500円よりも1万円の方がいいですよね。当たり前に考えて確率が上がるんです。500円でいいものを探すよりも1万円払って探そうが絶対高い、あの高い確率でいいものに触れれるんですよ。当たり前です。それがお金です。はい、っていうのが僕からお伝えしたいことであったので、ちょっとほんまに何言ってるか最後ね分かんなかったんですけど、まあ基本的に僕はそういうなのか、バックミュージックじゃない、何バックグラウンドがあるのでこういう値段でさせてもらってるっていうだけなので、それを理解していただいて、それでもなんとかいやおっしゃいですっていう方に関しては僕はお力になれればと思ってますので、ぜひね、来られる前とかこの動画見ていただいて参考にしてもらえたらと思います。はい、でこの動画見てもらってね、なんやこいつはみたいな偉そうなこと言いやがって、たかが整体師がとかいう人は本当に来なくていいんですよ。はい、僕はあの自営業でやってるので、あのそういう合わない人とか偉そうに言う人、僕本当に嫌いでどついたろうかと思うんで、ほんまにね、なめんなよクソがって思ったりしちゃうので、まあ言わないですし口にも出さないですよ、子供じゃないので。なんですけど、あのそういう人たちと関わっていくと、なんかね、僕も冗談とかじゃなくていつか死ぬので、やっぱ時間って限られてるじゃないですか。ってなったら、そんなね頭悪い人相手するんじゃなくて、ちゃんとねしていきたい方に僕もちゃんとしていきたいっていう思いでしか毎日生きてないので、まあそういう思いで賛同いただける方だけぜひ来てもらえたらと思います。ただあの別にあの来てくださいとかそんな絶対言わないので、来たい人は来てください、それだけです。はい、という感じで、ごめんなさい、また最後わけわからんなったんですけど、これで動画終わろうと思います。最後までですね、ご覧いただきまして本当にありがとうございました。